ケネス・ロバート・ジャイルズは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ所属。愛称は100マイルズ・ジャイルズ。2009年の MLB ドラフト44巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、ヤバ・パイ・タンキ大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト7巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、 8月11日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズで、プロデビュー。3試合に登板して1勝1敗、防御率5.79、7奪三振を記録した。2012年はまず、A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレーし、29試合に登板して3勝3敗、5セーブ、防御率3.61、86奪三振を記録。 残した。7月に A 級クリアウォータースレッシャーズへ昇格。10試合に登板して1勝0敗3セーブ、防御率3.07、25奪三振を記録した。2013年は A 級クリアウォーターでプレーし、24試合に登板して2勝2敗12セーブ、防御率6.31、34奪三振を記録した。2014年は、 AQ レディングファイティンフィルズで開幕を迎え、13試合に当板。0勝0敗7セーブ、防御率1.20と高騰し、5月9日にトリプル AQ リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。トリプル AQ リーハイバレーでは11試合に当板して2勝0敗5セーブ、防御率2.639奪三振の成績を残した。六月八日にマイク・アダムスが、 故障者リスト入りしたため、フィリーズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。6月12日のサンディエゴパドレス戦で、メジャーデビュー。5点リードの9回表西から登板し1、3回を投げたが、ヤズマにグランダルに本塁打を打たれ、1アンダー1失点1奪三振だった。以後、ブルペンの重要な存在として44試合に、登板。 防御率1.183勝1敗1セーブホイップ0.79という凄まじい成績を残し、芝叩く間にメジャートップレベルのリリーフ投手にのし上がった。45.2イニングで許した本塁打はわずかに1本であり、ハイペースで三振を奪って12.6という脱三振率もマーク。2015年シーズン途中にジョナサン・パペルボンが移籍してからは抑えを任されている。 最終的には69試合にリリーフ当板し、6勝3敗15セーブ、防御率1.80という成績を残したものの、ホイップは前年より大幅に悪化し、セーブ成功率も75%にとどまるなど、クローザーとしては課題を残した。脱三振率の高さは相変わらずで、2年連続で11.0を超えた。2015年12月12日に、 ブレッド・オーバー・ホルザー、ハロルド・アラウス、マーク・アッペル、トム・エシェルマン、ビンセント・ベラスケスとのトレードで、ジョナサン・アラウスと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2016年は2年連続69試合に登板し、一時期クローザーとしても起用されて2年連続15、セーブを挙げたが、メジャーデビューから2年続けて1.00台にまとめ上げていた。 防御率は大きく上昇して4.11となり、調子を崩した。一方で65.2イニングで102奪三振を記録して、奪三振率14.0はキャリア最高の数値だった。2017年は開幕からクローザーとして起用され63試合に登板。奪三振率こそと11.9と、前年から減ったが、リーグ4位タイである34セーブを記録し、 防御率も2.30に改善された。特にホームでの防御率は0.84と無類の強さだった。ポストシーズンでもクローザーとして起用された。ボストンレッドソックスとのディビジョンシリーズでは2度の登板でいずれも失点。ニューヨークヤンキースとのリーグチャンピオンシップでも3度の登板で2度の失点。特に第4戦ではピンチの場面で登板したものの一つしかアウトを奪えず、 自責点にで敗戦投手となった。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは第2戦で9回から投板。このイニングを三者凡退として延長戦に持ち込んだが10回にアストロズが2点を勝ち越したその裏の投球で2点を失ってセーブに失敗。その後第4戦でも同点の9回に投板したが2本のヒットと支球を与え一つもアウトを奪えないまま降板。 自責点3で敗戦投手となった。この試合はホームのミニッツメイドパークでの試合だったが、交板時には地元ファンから容赦ないブーイングが送られた。試合後の会見では、AJ ヒンチ監督が次の試合以降もジャイルズを起用することを示唆したが、残りの試合での登板はなかった。ポストシーズン合計では7試合の登板中6試合で失点し、 防御率11.74と制裁を書いた。2018年もクローザーを務めたが、7月までに34試合登板で、0勝2敗12セーブ、防御率4.99とかんばしくない成績であった。2018年7月30日に、ロベルト・オスーナとのトレードで、デビッド・ポーリーのヘクター・ペレスと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。移籍後も、クローザーとして起用され、 8月7日のレッドソックス戦で5失点を喫して敗戦投手となった以外はおおむね好投し21試合で0勝1敗14セーブ防御率4.12という成績を上げた2020年9月22日右ひーちのトミー・ジョン手術を受けると発表した同年オフの11月1日に FA となった2021年2月18日にシアトル・マリナーズと2年 総額600万ドルの契約を結んだ。2023年は選手オプションとなり、バイアウトの際は50万ドルが支払われる。メジャーでは、救援投資として、最速101.3マイルパワー、平均97マイルパワーのフォーシームと、平均86マイルパワーの縦のスライダーの2、球種を使用する。スライダーの空振り率は、 メジャー通算29%と高いマイナーでは、速球は最速103マイルパーアワーを記録している。ありがとうございます。